韓国人氏は、新末民発の政治家、官僚。チャンス書を中心に、各地で、司法官として、経歴を積み重ねた人物である。字は史跡、留石、小石。21歳で秀才となる。23歳で里見に合格して、巨人となった。1898年、開封不発心酒なぜ知書ただし、新局議員として、任用される。以後、 各地の知見を務めた。1902年、河北公務局総弁兼交渉局会弁に移動する。翌年11月、河北で、養産業の学校の総弁を務めた。1905年、日本へ、実業の視察に訪れる。翌年の帰国後は、陸軍参謀所及び厚生調査局総弁に、任じられた。間もなく、長次達罪の配下として、 法典省に移動する。1907年2月、法典交渉局局長、県会府局局長、農交渉局副局長に任命された。同年8月、両校特連交渉参議権兵備所総未期に転任した。1909年9月、法典官行動及び諸交渉士に移動する。1910年2月、小足島省府、ただ市弁を兼任した。 1911年、便利貿易事業に任命され、9月、吉林民政市市長に昇進した。中華民国成立後の1912年11月、韓国人氏は辞職して帰郷した。1913年8月、チャンス商民政庁に就任し、1914年7月には、暗記商民政庁に転任した。1915年に辞職して帰郷する。 大元氏を荒木講師を経営し、運河工程局の事務に関わった。1920年8月には、運河工程局改弁に就任している。1922年4月、山東省省庁に任命されたが、実際に就任はしなかった。同年6月、チャンス省省庁に就任した。 1924年12月、処理、高だ正弁を兼任している。翌年1月に、処理、正弁兼務を解かれ、2月に、省庁も辞任した。これにより帰郷して、再び製塩業と、水路事業に従事する。国民政府成立後も、在野にあって製塩業、水路事業に専念した。特に1931年夏に、 省内の運河が決壊した際には、チャンス省政府の招兵に応じて、復興事業に取り組んだ。また、国民政府でも、全国推理委員会委員を務めたほか、省政府の禁煙委員会、農民銀行委員会、賑やか蔡委員会委員なども務めた。晩年、韓国人氏は帰郷している。王朝明政権が成立した後の1941年9月、 日本軍や王朝名政権から公職に就くよう迫られたが、藩はこれを拒絶した。1942年1月23日、死去、去年86、ありがとうございます。